中年のタッキーです。いつもはねフィルムカメラの動画をやっておりますが、これ先週もね先週もこの手のセリフを言ったんですけども、今日はね iPad の紹介になります。先週はね iPad Air 2を紹介したんですよ。まあ、安く買ってね動画だけ YouTube だけ見たらまあいいんじゃないのっていうね、安く買えるので、で今日はね、iPad Pro を購入しました。まあ、これはね以前からねあの動画で言ってたんですけども、 iPhone で動画をずっと編集してたんですが、まあ、iPhone では苦しくなってきたということで、で新しい iPhone 一応仕入れたんですけど、今一つだったんですよ。 iPhone13 を24円、2年間24円で購入したんですが、まあ、あの借りてるってやつですけども、iPhone13 ではちょっと今使ってる動画編集ソフトはきついぞと、どうやらきつい、アップっていうか、まあ、使えないことはないんですけどね。で以前から計画していたのを進めました。 iPad Pro、11インチのね第3世代っていうのを購入したんですよ。はい、今ここに出してますが、ね、まあ見ていただければわかるようにね、画面真っ黄っ黄なんですよね。画面真っ黄っ黄です。はい、この真っ黄っ黄の iPad、なんで購入したのか、で、どのように使っていくのかっていうのをね、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するね、iPad、11インチ第3世代なんですけども、まあ、ジャンク品だったんですね。結構ジャンク品出回ってます。それも大体画面真っ黄っ黄です。画面真っ黄っ黄のジャンク品がね、ヤフオクに大量に出回っておりまして、相場としてはね、5万5千円から7万円ぐらいで流通しているみたいです。で、正常品はね、だいたい9万円から10万円ぐらいになってくるんですよ。アップルストアでね、修繕品っていうんですか、バッテリーを交換して側をね、新品に変えたやつがだいたい9万9800円で売ってるんで、まあ、その辺になってくると思うんですけども。で、9万9800円、まあ、買おうと思ったんですよ。その値段で買おうと思ったんですけど、ちょっときついなと。でね、分割できなかったんですよね。新品はいいけど、修繕品、まあ、言ったらバッテリー交換してその、メンテナンス品は分割どうやらなんかできないみたいで、もしかしたらできるかもしれないですけど、僕の環境でできなくて、きついな、現金で10万円かよ、無理だと思って、で、中古品を探してたわけなんですね。で、中古品を探してるとヤフコにたくさん上がってたのが、ディスプレイ品ね、まあ、言ったらデモ機でジャンク品ということで、デモ機上がりのジャンク品がいっぱい並んでたんですよ。で、一様に画面真っ黄っ黄なんですね。画面が黄色いためジャンクと。ということは画面が黄色いことを我慢すれば使えるのかなと思って。で、おたけ動画編集なんで、おたけもともと色見えてない、まともに色見えてないんで色は調整しないんで、まあ別に黄色いのでいいかと思って購入しました。はい。で、真っ黄っ黄なんですけどね。で、スペックはね、これね、128GB、ストレージ 128GB。で、ストレージ 128GB のモデルは、動作ラム。いわゆるメモリですね。は、8GB 搭載ということで、CPU はね、Apple の M1 チップを搭載しております。この M1 チップっていうのはどのようなものかっていうのが、まあ、iPad 詳しい方ならもうご存知とは思うんですけどね、マッキントッシュの MacBook。まあ、言ったらノートパソコンに、ちょっと前に搭載されていった CPU のようで、かなり高性能らしいです。で、現行の iPhone ね、現時点では iPhone14 Pro Max が最高峰なんですけど、これはね、A15 Bionic っていうね、CPU が搭載されてるのかな？あ、A16 だ。A16 Bionic っていうのが搭載されてるんですけども、A16 とこの M1 を比較すると、理論値ではこの M1 の方が性能が上らしいです。で、もうすぐ出る iPhone15、まあ、15ですね。15 Pro Max は A17 Bionic っていうのが搭載されて、おそらくはこの M1 チップを上回っていくだろうということになっています。ただね、その M1 チップが乗ってて、まあ、A16 Bionic より性能が上のチップが乗っててね、61,800円だったんですよ、結局。ヤフオクだったんで、ちょっと上がって。送料込みで61,800円だったんですけども、かなり美味しいなと思いました。まぁ、ちょっとでかくなるんですけども、それさえ気にしなければ、動画編集にはね、持ってこいということで、これ、ね、今持ってる、これね、
これは iPhone13 なんですけども、これは A15 バイオニックという CPU が搭載されてまして、ただメモリが 4GB しかないんですね。動画編集にはメモリのね、量がものすごく影響するみたいで、だからあんまりね、調子よくなかったんですね。で、これはまだ動画編集してませんけど、メモリが 8GB 載ってるんで、まあ大丈夫だろうと思っています。で、まあ言うたら画面が黄色いのをなんとかしたいなということで、まあこのね、iPad が、どのように入ってきたのかっていうところをね、紹介していこうと思います。はい、これちょっとトラックの中で無理やりカメラを宙づりにして撮影しておりますので、ちょっと汚いものも映りますが、あらかじめご了承くださいませ。で、このようにね、新品に近い箱に入って送られてきました。これ再現なんですけどね。で、中身のアクセサリー類も完全に新品の様子ですね。まあ、この状態で送られてきました。本当にこの状態で送られてきました。で、ここから電源を入れますが、はい、やっぱマッキッキなんですね。ちょっと蛍光灯が映って、分かりにくいですが、やはりマッキッキなんですね。今立ち上がっております。はい、立ち上がりました。画面はマッキッキです。よ、電源対再投入時は、タッチ ID です。タッチ ID で、パスコードですね。で、ご覧のようにね、画面マッキッキなんですけどもね、ここからマッキッキを直していこうと思います。はい、まあ画面を直すにまず設定ですね。設定で、もうこれなっちゃってますけど、画面と明るさね、を選んで、トゥルーカラーというのと、ナイトショットを切りました。はい、これでもう真っ白。一瞬で終わってます。こんな簡単に直っちゃうんですね。はい、そんなわけでね、今見ていただいたと思うんですけどもね、黄色いの簡単に直ります。これね、まあ、治るって言うと語弊が出るんですけども、基本的に画面焼けてるんですよ。で、焼けてるとね、なんかね、正常モードでは黄色くなっちゃうみたいで、さらに黄色くなるって言った方がいいかな。で、ご覧のようにね、黄色くなってます。で、動画の中でも出しましたけど、設定画面からね、ちょっと戻る落ちて。画面表示と明るさを選びます。でね、トゥルートーンってのがここにあります。トゥルートーンをね、まずオフにします。もうちょっと白くなりましたね。で、ナイトシフトを切ります。はい、もう白くなりました。これ、冷たくするとさらに白くなるんでしょうけど、はい。こんな感じでね、もう真っ白ですね。これね、厳密に言うと、やっぱね、ちょっと焼けてるんですよ。こっちの半分がちょっと色乗りしてるんですけど、多分動画ではね、もうわかんないと思うんですよね。うん。そんなわけでね、これは買いだと思いますね。画面焼きはとりあえずごまかして白くできるし、値段はね、3万4万安いと。新品より。で、バッテリーの状態はどうだったかっつと、これ水おじさんっていうね、YouTuber の方が、紹介しているね、アプリでね、測りましたら、まあ、90% ということで、まだまだ使えるなと。水星さんのね、リンクは説明欄の方に貼っておきますので、iPad とかね、まあ、iPhone とかのね、バッテリーの状態も調べれるんですけど、iPad はね、純正の状態で、バッテリーの状態がね、把握できないんで、水星さんの、サイトに飛んでいただければと思います。YouTube でチャンネルにね、そちらの方にね、説明が書いてありますので、参考にしていただければと思いますが、まあ、そんなわけでね、バッテリーの状態 90% の、iPad Pro、11の第3世代、2021年モデル、おととしのモデルですね。2年前のモデルなんですけど、まあ、現行の1個前のモデルが、まあ、61,800 円で買えたぞということでした。まあ、ジャンクですが、ちゃんと動いていますし、まあ、デモ機なんですけども、デモ機はね、一遍 iOS をね、初期化すると普通の、iPad になるということで、普通に使っていこうと思います。そんなわけでね、この動画がね、拡散されてしまったら、もしかしたらね、iPad のデモ機のジャンク品の値段がぐんぐん上がっていくかもしれませんので、欲しいと思っている方はできるだけ急いでくださいね。はい、そんなわけでね、今日の動画、iPad の紹介なんで再生回数多分伸びないと思うので、
写真紹介とかね、作品投稿のコーナーとか、俺のカメラのコーナーとか、他のコーナーちょっとお休みさせていただきます。まあ、2週連続でね、iPad の、紹介したんですけどね、今週は本当にもうネタがなかったんですよ。先週末ね、ちょっと、2日ほど徹夜して走りまして、フィルム取り上がってるんですけども、現像する気力もなかったんですね。1日寝てました。そんなわけで今日はね、iPad の紹介を無理やり持ち込みましたが、まあ、これでね、この iPad 多分ね、動画編集ね、4年5年使えると思うんですよ。スペックから考えればね。M1 チップ乗ってますんで、今 iPad Air っていうのの最新モデルが M1 チップ乗っけてきたんですよ。で、iPad 標準のモデルはまだね、A15 バイオニックなんですね。で、今後 iPad 標準モデルが M1 チップになっていくと予想します。ということでね、iPad 標準はついこの間新型が出たばっかりなんで、仮に来年 M1 チップを搭載したとして、で、動画編集に3年使えるとしたらもう4年ぐらい使えてくるんで逆算するとね。そんなわけで、この iPad でしばらく動画編集できるということで、オタッキーの動画ね、ピンチを出した形になります。もうチャンネル運営できないっていうね、話をしていたんですけどね。ちなみにね、資金は枯渇しておりますので、また応援よろしくお願いします。チャンネル運営資金がね、もう綱渡りの状態になってまして、まさにエッジオブナイフって感じなんですけども、YouTube のね、広告収入がなんかマックスの時の100分の1になってるということで、収入がもうほとんどね、スーパーチャットとスーパーサンクスの、あとメンバーシップ頼みになってます。で、チャンネル運営するにはね、やっぱ多少お金がかかってきますので、また応援していただければと思います。特にね、オタッキーの場合フィルムカメラなんで、フィルム代とか現像代とかかかってきますんでね、そんなわけで応援よろしくお願いします。チャンネル登録ね、カメラのね、こと、特にフィルムカメラのことをメインにやってます。最近ね、芸能人の間でもフィルムカメラ非常に流行っております。まあ、最先端の、おしゃれな流行りに乗りたい方はね、オタッキーの動画でね、フィルムカメラ、フィルム写真、フィルムのこととか勉強していただければと思います。まあ、何のこと言ってるかわかんないと思いますんで、多分、何も知らない人は何のこと言ってるかわかんないと思うんで、スマホでね、その言葉をね、検索しながら、聞いていただければと思います。ちょっとマニアックすぎるチャンネル、ニッチすぎるチャンネルになっておりますんで、そんなわけでね、チャンネル登録、高評価、どしどしお願いします。で、コメントはね、たくさんいただければたくさんいただくほど動画がシェアされるエンジンになってまいりますので、コメントどんどんよろしくお願いします。それではね、今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん。